はい、レントロパパでーす。はい、このチャンネルはですね、アルファードベルファへの情報配信してるチャンネルでございます。まだチャンネル登録お済みでない方、ぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、今回ですね、多分チャンネル初めてだと思うんですけども、アルファードベルファイア、特に車に全く関係ないお話となりますので、興味のない方はね、もうちょっとここで閉じていただいて結構です。っていうのはですね、タイトルサムネイルにもね、まあ書いてる通り、私ちょっとね、目の病気になったんじゃないかということがありまして、今ね、病院の方に行ってまいりました。で、チャンネルのね、視聴者の年齢層が、まあ、全部データが出てるんですけども、だいたい40代半ばから50代半ばの方が一番視聴者数の多い、まあ、年齢層になるので、まあ、私のなったことが皆さんにとって一言ではないですよっていうね、注意喚起というか、こういう状態になったらすぐ、病院に行ってくださいねっていう意味でね、ちょっとまあ、車と本当に関係ないんですけども、まあ、普段ね、見ていただいている視聴者の方の体のことを思って、動画を公開させていただきたいと思います。で、まずね、飛蚊症というね、まあ、目の病気と言っていいんですかね。まあ、一応病気の一種なんですけども、それをね、患いました。で、これはまず、二つのパターンがありまして、まあ、老化による、まあ、自然現象、まあ、生理現象と言われてましたけども、生理現象によるものと、で、あと、病気的なところから来る飛蚊症というところがありますので、まずすぐにね、それを感じた時には、すぐに、眼科にかかってくださいっていうことが、ネットで、見ましたので、行ってきました。で、飛蚊症とはね、どういうことかっていうと、書いて字のごとくなんですよね。まず、飛ぶ蚊の症状ということなんで、私、今、右目の方にですね、常に黒い物体が、行ったり来たりしております。で、これは眼球が動くと、その辺に、ついてくるような感じでもないんですけども、常にね、視界の中に黒い影ですね。私の場合は丸い、本当にね、ちょっと綺麗な丸のところの端っこにちょっと濁ったような、黒い影があるんですけども、これがですね、目の中を行ったり来たり行ったり来たりしてる状態になって、すごく鬱陶しい状態に感じております。で、これは昼間とか明るい場所、例えば背景が白いところとか、天井みたいなとかですね、した時だけ、見えて、夜間ですね、真っ暗な時にはやっぱり見えてるものが物体が、黒いので、それは全然気にはならないんですけども、昼間とかはすごくね、気になる状態で、まあ、調べたところ、飛蚊症、本当書いて字のごとくでしたね。飛ぶ蚊の症状ということだったんで、それでね、今、病院行ってきて、撮影させていただいております。で、今、私ね、一応、瞳孔がかなり開いている状態の、ね、撮影なんですけども、今、まあ、車の中では撮影してるんですけども、車では行っておりません。これはね、車とか乗り物では絶対来ないでくださいというふうに言われております。で、なんでかっていうと、今ね、視界が、ドラゴンクエストでいうマヌーサですね。これ分かる人には分かると思うんですけど、本当にぼーっとした感じ、もやがかかった状態になっておりますので、まあ、この動画もね、本当に編集なしで、オープニングのエンディングだけくっつけて、そのまま公開しますので、雑な動画であることをね、ご了承いただきたいと思います。で、まずね、その飛蚊症に関して、まず、自然現象、生理現象であれば、治療する必要はないというふうにはっきり断言されておりました。これはもう年齢によるものなので、まあ、眼球の中に、まあ、眼球の中っていうのが、3層になってるっていう説明を受けました。で、その3層っていうのがしっかりね、各パーツっていう言い方もね、まあ、どうなんかと思うんですけども、各パーツごとが、密着していることによって、機能するんですけども、やっぱり老化によってそれが剥がれてしまうと、この距離ですね、この距離の空間に影ができると、それが視野に入ってしまうっていうのが飛蚊症というふうに説明を受けました。で、これがね、私聞いたことが間違ってたらね、また説明欄じゃない、コメント欄ですねに書いていただいて、で、まあこれ私ね、なぜ動画を公開したかっていうと、グループのメンバーさんのね、グループ LINE にもね、私約4日前ぐらいになったんですけども、それをね投げかけたところ、実際に経験された方もいらっしゃって、ね、この動画ではですね、私もそういう経験ありますよっていう声であったりとか、ね、症状がなくなったっていう声がね、あれば私ちょっと安心できるなと思ったので、そういう経験された方ですね、飛蚊症というね、まあ、病気、まあ、病気と言いますね、病気になって、ね、そこから、改善された方、一応自然に治るのを待つしかない、治療する必要性のない病気と言われましたんで、
で、一応ね、そういう診断を受けて、加齢によるものという診断をされた方で、なおかつ、なんていうのかな、治療してないけども、自然治癒力で治ったよっていう声があれば、私もね、それにちょっと期待して、今後ね、生活していけたらと思っておりますので、まあ、ぜひね、コメント欄の方に、経験者の方からの声をね、たくさんお寄せいただいて、まあ、私の今後の、参考にね、させていただけたらと思って、動画の方を撮影させていただいております。で、一応ですね、私の方も、これから、まあ、今日一日本当にね、まあ、外にも出ることできないので、まあ、一応今家の前でいてるんですけども、これからですね、もう部屋にこもって、まあ、一応パソコンつけて、この動画をね、公開したら、ちょっとね、目を休めるために横になるかなと思ってるんですけども、まあ、本当にね、年齢的に今年50になる年なので、体のあちこちにね、いろんな、今まで経験したことのないガタが来てるなっていうのも思っております。で、今私ね、大和さんの仕事の委託を受けて、まあ、配送関係の仕事をしてて、まあ、正直肉体労働なんで、この仕事もいつまでできるのかなっていう不安もね、ありながら日々過ごしていてて、やっぱりね、そこに支えられてるのは、やっぱりこう視聴者さんの声であったりとか、チャンネルメンバーの方のね、グループラインでのやりとりであったりとか、そういったところにね、すごく支えられてるなっていうのを、本当に、日々感じておりますので、本当に温かい声ね、声をいただくたびに、もう時にはね、涙を流すようなコメントをいただく方は本当に言いますので、まあ本当にそういう方にはね、健康でいて、いただきたいという思いがありますので、もう本当に全くジャンルの関係のね、ない動画になりましたけども、皆さんに共有してですね、もし、視界にね、黒い模様、まあ、いろんな形がありましたね、線状のものもあれば、もやもやもやっとした模様のやつもあれば、私みたいにまん丸のやつもあればという風にありますので、とりあえず、視界にね、黒いものがずっと、消えない状態になれば、すぐ眼科に行ってですね、それが病気的なものなのか、まあ、加齢による自然的なものなのかっていうね、判断をしていただければ、まあ、私はとりあえずね、病気的なものじゃないっていう診断をしていただきましたので、一安心してね、まあ、こうやって余裕な状態で撮影はしてますけども、やっぱりこれはね、本当にシェアしておきたいと思ったのは、年代がね、皆さん本当に私に近い方が非常に多いね、チャンネルになってますので、もしね、そういう経験された方は、ぜひ、病院に行って、安心を手に入れてください。まあ、私もね、今こう喋りながらですけどね、もう常にね、こう、目の前でこう、くる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 ね、まあ、もう黒い影が回ってるんですよね。一応ね、左目はね、今のところ何も症状出てないんですけども、左目もね、せっかくですから、検査してもらったところ、なるであろう、ちょっとね、前触れがあると言われておりますので、それになっても、こっちと同じ状態なんで、気にしないでくださいと。ただ、今後数が増えたり、その影が大きくなったりした場合にはね、すぐにね、病院に来てください。そこになると、ちょっと手術の必要性が出てくると言っておりましたので、まあ、結論的には経過観察ですね、しばらく様子を見て、もしかしたら、軽減されるかもわからない、ね、もしかしたら変わらないかもわからない、最悪の場合増えるかもわからないというね、ことがありますので、また、そういったことがね、皆さんの中でも起きましたら、ぜひコメント欄にね、書いていただいて、まあ、同じような症状を持っている方同士でね、安心できればと思っております。はい、今回はですね、まあ、ちょっと車に関する情報も何もないんですけども、まあ、最後に一つだけね、車のことをお話ししておくと、まあ、私の40のね、アルファードに関しては、今3月のもう半ばになって、本来ならば、あと1週間、2週間でね、納車される予定だったんですけども、今のところ本当に全く見えてない状態なので、ディーラーの方と話した中では、早ければ4月末、ゴールデンウィークまでに納車されたら一番早いぐらいですかね、っていう状況となっております。ね、一応ね、5月には交流会というのもね、予定してるんですけども、それもね、また皆さんの意見を聞きたいと思います。開催日ですね。一応予定はね、5月の12日とはしてるんですけども、12日にはちょっと行けないという声もね、あったりとか、別の週にならないですかという声もあったりとか、そういった声もありますので、まあ別にね、12日にこだわってるわけではないんですけども、まあ覚えやすいかなって思ってね、12日、まあ5月の第2日曜日ですね、というふうにして、ただ設定してるだけなんで、
ので、まあ、そこで、やるかどうかっていうのはコミュニティ投稿、まあ、前回の動画ね、メインチャンネルの方で、言わせていただいたんですけども、皆さんの声を、アンケートとして取って、一番アンケートで、回答の多かった日ですね、まあ、5月の12、19、26なのかな、まあ、どれかになると思います。でも、これはあくまでも、ゴールデンウィークまでに納車されればの話になってきますので、もしね、5月中のその納車、ゴールデンウィークまでの納車がなければ、開催はちょっとね、延期という形になりますので、また、その件に関しては、別途の動画で、お伝えしたいと思いますので、そちらの方は、お待ちいただければと思います。はい、ちょっとね、長々とダラダラとノー編集で、ちょっとね、公開させていただきましたけども、まあ、ちょっと皆さんのね、体のことにも関わるかなと思ったし、年齢的にね、本当に私に近い方が非常に多いので、まあ、この情報を聞いていただいて、いざなった時に、これなんやろっていう風に焦らないような感じになっていただければと思いますので、まあ、この動画をね、また頭の片隅に置いていただいて、黒い影が見たら、すぐ眼科に行っていただければと思います。はい、ではね、まあ、次回は、納車の動画かな、納車日決まりましたよっていう動画をね、公開できたらと思いますので、ぜひお待ちいただければと思います。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。すいません、雑な動画で、ね。